皆さん、ゲートキーパーを知っていますか？悩んでる人に気づき、声をかけ、話を聞いて、必要な支援につなげ、見守る人のことを言います。家族や仲間に変化はありませんか？今までと様子が違うなと気づいたら、まずは声をかけてみてください。どうしたの？よかったら話してみて。あなたの声掛けが話すきっかけとなります。話を聞いたら、大変だったねとねぎらいの気持ちを伝えましょう。相手の気持ちに寄り添い、耳を傾けましょう。専門家が対応する相談窓口があります。どこに相談できそうか、一緒に考えて相談を促しましょう。私たちゴールキーパーはチームの変化に気づき、すぐに仲間に声をかけるために、試合中は常にチーム全体を見渡しています。あなたも大切な人の変化に気づいたら、どうしたのと声をかけてください。守れ新潟の命。